も買い物に来たわ。あら、近所さん。あら、加藤さん。なんかよく会うわね、その辺でね。そう、最近ね、ここに通い詰めてるあのカジサクさんって方、はい、会ったのよ。あ、そうなの。そしたらやっぱりここいいって言ってたの。あ、そうなのよね。あと、そこでね、見極める技、うん、やっぱりあるらしくって、うん、でもそれはちょっと秘密だって。そうなの。やっぱりこう叩き上げないと腕ってやっぱりつかない。そうね、らしくって。じゃあ今回もこの中から高価なものとあと100円のものそれぞれあるらしいから、その中から100円のものを見抜いて私たちは買っていくっていうことね。それでは早速本日もほぼ100円ショップスタート。ちょっと私気になるものがちょっとたくさんありすぎて。何？いや、まず大きくない？ちょっとこれ、何これ大きいわね。これはあれじゃない？土とか入れるやつじゃないかしら。土、あれなの？土に埋め、あ、土があ、サンドが、そう。じゃあ私から選ばせていただくわ。ちょっとね、やっぱり安全圏から私行かせていただきたいので、この文具あたりすごいイージーじゃない？ここら辺なんかこの何のデザイン性もない感じ。なるほど、シンプルイズベストみたいな感じ。あと誰でもこうデザインできる感じ。うんうん。高かったらどうしましょう。そしてね、こちらユニの普通のジェットストリーム。うーん、これ私100均で買ったことあるわ。あ、なるほど。じゃあこちらお会計したいと思います。それではこのジェットストリームの油性ボールペンは100円です。これはやっぱりね、あ、ごめんなさいね、今ちょっと嬉しすぎてちょっと言葉遣いが荒かったわ。あら、ここは白バラなの。なんて。じゃあ私が選ばせていただくわ、はい、これはハードイヤホンケース。これすごく軽い。軽いわ、ほら。投げて確認するのね、重さをね。でね、潰れやすいの。潰れやすくていいの、うん、なるじゃない。だから100円かなと思って。あ、ちょっとハードさが足りないかなっていう。なるほどね。この商品は100円です。おお、さすが。じゃあこれ息子にプレゼントしようかしら。あ、息子さん何歳なの？そう、息子さんは、息子さんは自分のこと言うの？息子さんはいくらだったかしら。いくら？土とか入れるやつじゃないかしら。土。息子さんはいくらだったかしら。それじゃあ次私行きますわ。何これ、このお茶碗何？なんとか焼きじゃないのこれ。しげみね、しんみね、のぶみねみたいな。のぶみねって書いてあるわよ。でものぶみねってちょっと聞いたことはない。なんか明石焼きとかになったらまだ聞いたことあるんですけど、のぶみね。早いわ、これ行くの。これしかないわ。超イージー。これ大丈夫、シンプルすぎるわ、ちょっと。なるほど。もうちょっとなんか手の込んだやつとか、あと罫線が入ってたりとかすると思うのよ。なるほど、なるほど、はい。この商品は100円です。よっしゃ、やっぱり100円よ、これは。なるほど、100円のほら、白さよ、これは。そうね、うん、これは何かしら。クラシカ。クラシカ怪しいわ、クラシカって名前。結構、でもこれはね、きっとね、本物の革ではないと思うのよ。でもね、中にこういう何かをガードするものというのが書いてるよね。まず100均ってこういうのあんま入ってなくないかなって。でも薄っぺらいわよ、なんかちょっとケンタッキーとかに入ってるような。ケンタッキー？お手拭きのやつみたいよ。乾いたお手拭きみたい。こちらもなんかね、あ、オタク好きそうね、そういうの。あるよね。でもこれが私100円に近いかなって思う理由は、電子のメモ帳が売ってるのよね。これはちっちゃい頃にみんなが手に入れてたの、磁石で文字が書けるパターンの。あー、ちょっと遅れてるわけ。確かに。ちょっと遅れてる。あー、なるほどね。そう、安い可能性があるけども、 あるけども、私はちょっと、うん、カードケース。この商品は100円です。古道具屋とかで買って100円以下っていう可能性もあるわよ。なるほど、なるほど。もしかしたら。あ、それを祈ろう。この商品は何円ですか？嘘！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 
なわけ。なんかそう言われてから触るとそう4000円っぽい。あれ、え、待って待って、嘘嘘、やだやだ、え、待って、このレベルのものさ、今の100均売ってるわよね、結構ね。ちょっとちゃんとして、裏地がすごいしっかりしてるわ、これ。ちょっと怖くなってきた。じゃあ次、私慎重に行かせていただくわ。ここら辺とか100均ありそうじゃない？こういうさ、DIY 流行ってるじゃない？ありそう、ありそう。なんかこの梱包がちょっと大量生産型な感じしない？なるほど、確かに。あのホチキスで留めただけみたいな。でここにもね、イーゼル白っていうこうペタッて貼ってあるただのシール、うん、それではこれお会計します。この商品は100円です。確かに、まあ、ありそう、あるあるな感じの。確かに、あの世界堂とかに売ってるかもしれない。確かにある。それじゃあまた私が選ばせていただくわ。まあこれはあれかしらね、ビーグとか。重さとかはこっちのがあるのよ、持ってる。重い、重みがあるのよ。絶対あのこんな小さくても絶対こぼれないのよ。あの置いてあちゃーみたいなことがあんまりなさそうな。そこに謎の雫マークがあるのよ。何これ。いや、でもこっち100円な気がするな。確かにそうよね、そんな気がするわよね。重いし、いっちゃいいっちゃいいっちゃい。この商品は100円です。うわぁ、やった、すごい、すごい、自由の女神みたいな。やばいわ、すごい、いいの進めちゃったわ。でもやっぱりそうよ、やっぱり。あら、加藤さん、ありがとう。あーちょっと怪しいわ、全部怪しい。あーどれ、これ100均っぽい、この後ろのこの型紙の感じ。確かに。説明文も、ワイドにシャキ、絶妙な切れ味、錆に強く清潔なステンレス鋼を採用って書いてあるんだけど、あんま売りになってない。それではこれをいきたいと思います。この商品は100円です。おー、よっしゃ、やはり、やっぱりこういうあのデザイン大事ね。よしよしよし。じゃあ私、はい、読みますわ。結構よく見ますわよね、こうやってこうやって毛玉を取ったりするやつですわ。でもね、こういう便利商品結構ダイソーとかにも売ってるのよ。じゃあ私これいくわ。こちらの商品は100円です。よかった。これで旦那の毛玉を取りますわ。旦那の毛玉を取る。旦那に毛玉があるのね。すごく順調なので私も行きたいと思うわ。まだここら辺見てないのだけど、ちょっと怖いのよね。トイレの芳香剤。普通ってやっぱりブランド名とか押し出してると思うんだよね。うん、確かにね。メーカーの名前が。そうだけど、ノンブランドなのよ。ああ、なるほど。トイレの芳香剤っていう名前なの。なるほどね。これは安そうよ。それじゃあこちらお会計します。この商品は100円です。よし、すごい、これ大きいわよ、これがなくなったのは。大きいわね、すごいわ、今の時代100円で買えたって。すごいだね、これ。じゃあ次私行くわね。これは何かすら、あ、推し活板ペンポーチ。あ、すごい、これデコレーションしたりとか、あの缶バッジ入れたりとか、推しのアイテムを飾りながら使うことができるペンポーチ。ちょっとでも怖いわね。見どころね。これ結構地雷系だと思うんだけども、だいたい高そうなのって結構重いめのが多いじゃない。でもこれはすごく軽い、簡単に持ち帰れるぐらい軽い。そう、かぶるときにも使える。はい、使える。日差しをね、防災とかね。あとね、バギがあるの。あ、バギあった。あら、前回は結構バギの話したと思うのよね。ここの後ろのプラスチックの部分、バギ、ほらボコボコしてるの、お分かりいただけます？何バギある？とね、結構バギバギよ。じゃこれ引かれるということで、これいくわ。ちょっとバギがあるから、これはもう金城さん豪快ね。ほぼ確実だと思う。いや豪快じゃないの、バギだから。バギがある
品は100円です。わあすごい、やっぱり金城さんすごい、やっぱりバギー、目利きの金城ね、目利きの銀次みたいに言ってくる、目利き金城よ、目利き金城よ、さすがだわ、ありがとう。この商品のお値段はいくらですか？あー、結構するわね。嘘、じゃあお会計お願いします。うわ、今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人はおめでとう。チャンネル登録して最新の動画もチェックしてね。じゃあ次は